島県に土砂災害警戒情報が発表されました。発表された市区町村を見ていきます。福島県内小野町で土砂災害警戒情報が発表されています。この土砂災害警戒情報は土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に警戒を呼びかける情報となっています。危険な場所からの避難が必要な警戒レベル4に相当しています。この土砂災害警戒情報が発表された時には速やかに避難を開始することが大変重要です。警戒レベル5段階のうち警戒レベル4にあたる情報となっています。周りの状況をよく確認し、また雨の降り方などにも留意をしていただき、危険を感じたらすぐに避難をお願いします。またこの時間の、こちら土砂災害の危険度マップもご覧いただきますと、薄紫色の非常に危険というエリアがこの福島県小野町周辺に見られております。皆さんからいただいておりますお天気のご報告でも雨雲の様子を確認していきましょう。周辺福島県内よく晴れてはいるんですが、局地的に雨雲が発生しています。小野町周辺、また内陸の地域に雨雲が発生していまして、活発な雨雲の下では雨の降り方が強まっているのがわかります。この後も雨の降り方に注意をし、危険を感じたらすぐに避難をするようにしてください。